皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回はスリオンの救急医療搬送用ヘリであるメディオンが墜落したってニュースを紹介するね。軍は墜落ではなく不時着だと言っているんだけど、これが墜落じゃなかったら一体何なんだって状態になっているよ。久しぶりのスリオン絡みの大型ニュースになるので、韓国の主要メディアの朝鮮日報とニュース配信者の連合ニュースの記事を2本続けて紹介するね。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。スリオン真っ二つ。軍、墜落ではなく不時着。陸軍、広い意味での不時着。陸軍は12日、キョンギドポチョンの陸軍航空大隊の滑走路で、救急搬送ヘリコプター、メディオン、KUH-1M、が着陸時に不時着した、とし。ヘリに搭乗していた人員は5名で生命に支障はなく、隣接する病院に運ばれた、と明らかにした。このヘリは同日午前10時36分頃、滑走路に到達した。マスコミに公開された現場の写真を見ると、尾部と胴体は完全に分離した状態だった。フロントガラスは粉々になり、プロペラも大きく破損していた。ヘリコプターは滑走路に到達当時、10から15メートル程度の上空でホバリングしていたことが分かった。機長、副機長をはじめとする搭乗者全員が骨折などの怪我を負い、近くの病院に運ばれた。軍の内外では、ヘリコプターがバランスを失って、事実上墜落したものではないかという指摘が出ている。しかし、陸軍本部のノジェチョン広報室長、准将はこの日、朝鮮日報との電話で、現場部隊から、不時着、と最初の報告を受けたため、陸軍本部も不時着と判断している、とし、インターネットで、不時着、を検索してみれば、これよりもひどい写真も多い、とした。韓国語の辞書は不時着の意味を、飛行機が飛行中に機関の故障や気象の悪化、燃料不足などで目的地に至る前に、予定されていない場所に着陸すること、としている。このヘリコプターは、辞書的な意味では不時着したと見るのは難しいのではないか、という質問に対して、の室長は、広い意味での不時着と見ている、とした。しかし、軍関係者は、事実上半壊したヘリコプターを不時着と処理した場合、国民は軍を信頼することができるのか、とした。軍が北朝鮮がミサイルを発射するたびに、発射体、のような言葉を使用しているのも、これと無関係ではないという指摘が出ている。政界関係者は、ヘリが現場に到着した当時の映像をすべて公開しろ、と話した。事故相次ぐスリオン系ヘリコプター。陸軍は昨年、空の救急医療室、と呼ばれるメディオン8機を実戦配備した。導入価格は合計で2200億ウォンだった。事故を起こしたヘリは、昨年の秋に配備されたことが分かった。ヘリコプターには各種救急医療機器が揃っている。重症患者2名を含む、最大6名の患者を救急搬送することができる。メディオンは軍人だけでなく、民間人の救急搬送にも対応している。陸軍と海兵隊は、事故直後にスリオン、メディオンをはじめ、スリオン系列の上陸機動ヘリ、マリンオン、MUH-1、の運航を全面中断した。また、航空作戦司令官を委員長とした調査委員会を設置し、韓国航空宇宙産業会などと共同で、正確な事故原因を調査する方針だ。スリオンは陸軍の老朽ヘリ、UH-1H-500MD を代替するために、2006年から6年余りの期間をかけて開発された国産ヘリコプターだ。税金1兆3000億ウォンが投入された。しかし2013年の戦力化以降、様々な事故が相次いでいる。2013から2016年にはフロントガラスの破損事故が5回発生した。2014年にはプロペラと胴体上部のワイヤーカッターが接触して破損、エンジンが停止した。
2015年にはエンジンが停止したために緊急着陸したり、墜落する事故が3回続いた。特に2018年には海兵隊のマリンオンが墜落し、搭乗員5名が死亡した。当時官民軍合同調査委員会は、回転翼と胴体を接続する重要な部品である、ローターマストの破損を事故原因に挙げた。空の救急車、不時着原因究明に着手。スリオン系運行停止。軍は12日、救急搬送ヘリ、メディオンの着陸時の事故の発生原因究明に着手した。空の救急車、と呼ばれるメディオンは、韓国型機動ヘリの、スリオン、をベースに製作された。現在7機が救急搬送用に改造されて運用されている。海兵隊が運用する、マリンオン、もスリオンが原型である。陸軍のメディオンは、この日午前にポチョン市の陸軍航空大隊滑走路に、患者を乗せ着陸しようとしていた際に事故が起きたことが分かった。陸軍は、ヘリコプターが不時着し、尾部が一部破損したと明らかにした。連合ニュースが撮影した写真を見ると、尾翼の付け根の部分が完全に分離していた。地面と衝突したために分離したのか、製造上の欠陥であるのか究明しなければならない。軍当局は今回の事故発生に対応して、メディオンとマリンオンをはじめ、軍内のスリオン系列全機種を運行停止とし、原因究明に入った。陸軍航空作戦司令官を委員長として、陸軍本部と軍需司令部、航空作戦司令部、国軍医療司令部、製造会社である韓国航空宇宙産業会の関係者などが参加する、中央航空事故調査委員会を設置した。現在着陸時にメディオンにどのような問題が発生したかは正確に把握されていない。これについて陸軍は、飛行コースや機器の整備など、全般について調査する計画だ、と説明した。スリオンの派生型であるマリンオンは、2018年7月、フランスのメーカーが製造した、ローターマスト、と呼ばれる部品の欠陥で墜落したことがある。ローターマストは、エンジンからの動力を受けてヘリコプターのプロペラを回転させる中心軸で、これを製造したフランスのオーベル・デュバル社が熱処理を正しく行わなかったために、亀裂が発生したことが分かった。スリオンは2019年にも関音一帯で訓練中に微細な振動が発生して、予防着陸をした。予防着陸は飛行を続けると危険が伴うと判断される時に着陸するものを言う。当時の調査では、メインローター4枚のうちの1枚で衝撃吸収装置の固定ボルトが緩んだため、振動が発生したことが分かった。陸軍は問題を解決し、37日間にわたった飛行停止を解除した。メディオンとマリンオンの原型であるスリオンは、複数の国の製品を複合使用しているため、構造的欠陥に脆弱ではないかという指摘が継続して提起されている。スリオンは、エアバスヘリコプターズ、旧ユーロコプターのクーガーと、シュペルピューマの設計図を元に再設計された。革新部品で最欧州製、米国製、国産などが組み合わされている。一例として、エンジンの動力をローターブレード、回転翼に伝達するギアボックスは、かつてのユーロコプターで作成されたものを輸入して使用している。現在スリオンは消防や警察、海洋警察にも納品されている。軍はメディオンヘリコプターを追加確保する計画である。製造会社の会は、救急搬送ヘリコプターを輸出する案も推進している。メディオンは、最大6名まで同時搬送することができ、気象レーダーと地上衝突警報装置などを搭載し、悪天候時や夜間任務遂行力が向上した。ホバリング能力に優れたスリオンに、ホイスト、外部マウント患者引上げ装置を追加装着してヘリコプターの着陸が困難な山岳地形や、島嶼部でも円滑な救急搬送が行えるようになっている。
ってことで、スリオンのことなんで機体の欠陥の可能性がまず疑われることになるんだろうね。さすがに今回も機体の欠陥だってことになると、スリオンベースのマリンオンの追加導入や、武装型、さらに海上作戦機まで計画しているようだけど、すべて見直しってことになるんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。